チャールズ・キングズリーは、英国国教会の司祭、大学教授、改革論者、歴史家、小説家。キングズリーは特に、キリスト教社会主義、ザ・ワーキング・メンズ大学、それから、取り組みとしては失敗したものの後の進歩主義時代の、労働改革に影響を及ぼす労働者、共同組合に深く関わる。特派員、学者チャールズ・ダーウィンの友人で同僚である。作家、 探検家のメアリー・キングスリーのおじでもある。ホルンで牧師チャールズ・キングスリーと彼の妻メアリー・ルーカス・キングスリーの長男として生まれる。弟ヘンリーも小説家になった。幼年期はクロベリーとバルナックで過ごした。教育を受けたのはヘルストングラマースクール、ロンドン大学キングスカレッジ、ケンブリッジ大学で学んだ。ケンブリッジのモードリン・カレッジ2838年。 入学、1842年卒業。教会の聖職に就くことにした。1844年からエバーズリーの司祭になった。キリスト教社会主義の運動に共感したキングズリーは、しばしばロンドンに出てきては、運動の宣伝活動を積極的に行い、彼の先導者的な性格も幸いして、この運動の普及に大きく貢献した。1859年。 ビクトリア女王から牧師に任命された。1860年、ケンブリッジ大学の近代史教授になった。1861年に家庭教師になった相手は当時のプリンス・オブ・ウェールズだった。1869年にケンブリッジの教授職を辞任し、1870年から1873年にチェスター大聖堂の聖堂参事会員だった。この頃、 グローバナー博物館と共に自然科学、文学、芸術のためのチェスター協会を設立した。1872年にミッドランド研究所の第19代所長になった。1873年にウェストミンスター寺院の聖堂参事会員になった。キングズリーは1866年にエドワードや国防委員会にトーマス・カーライル、ジョン・ラスキン、チャールズ・ディケンズ、 アルフレッド・テニスンらと一緒に入った。彼は、ジャマイカ総督、エドワードやの、モラントベイの反乱に対する残虐な弾圧を支持した。キングズリーは、トーマス・ハクスリーから、1860年から1863年に、不価値論に関する手紙を受け取っていた。キングズリーは、1875年に死亡し、セントメアリー教会の墓地に埋葬された。娘の一人、 メアリー・セントレガー・キングズリーは、ルーカス・マレットのペンネームを使った小説家だった。1877年に、彼の未亡人は、電気、チャールズ・キングズリー。彼の手紙や彼の人生の思い出を出版。ありがとうございます。